学生時代、スポーツ万能、成績優秀の同級生がいただろうか。その人は今も順風満帆な人生を送っているか、それとも落ちぶれてしまっているか。高校までは優等生だったが、周囲を見下しまくり、結果どんどん落ちぶれて死刑になるほどの罪を犯した者もいる。その名は日高弘明。日高弘明は1962年4月、3人兄弟の末っ子として宮崎県宮崎市で地元有数の資産家のもとに生まれた。小中学校時代はソフトボール部、野球部で活躍し、中学時代には野球部の主将を務めた。学業も優秀で、高校は県内トップの進学校に進んだ。文武両道を地で行く学生だったため、地元ではスポーツ万能の優等生として名を知られていた。非の打ち所がなく、末っ子だったこともあり、両親は日高を甘えに甘えさせ、小遣いも欲しがるだけ与えていた。しかし、高校卒業後の進路で日高は人生最初の挫折を味わうことになる。教師か公務員になるのを夢に、筑波大学の推薦入試に臨むも不合格となった。そのため滑り止めの福岡大学法学部に入学。第一志望の大学に行けなかったことで大きな挫折感を味わい、失敗した自分を見せたくなかったのか、高校時代までの友人たちとも音信不通になっていった。大学では、俺は筑波大学を推薦で受けたほどの人間だ、お前らとは違うと同級生を見下しつつ、授業にほとんど出席せず、飲酒ギャンブルにのめり込んでいた。4年になり、同級生が国家公務員兼職員として就職を決める一方で、自身は留年が確実となり、強い挫折感の中、授業料滞納を理由に大学を中退。その後は実家に連れ戻され、宮崎市役所の臨時職員として働くも、酒女遊びの荒れた生活を続け、飲酒運転でとうとう人生初の逮捕。反省することなく遊ぶ金欲しさにひったくりを繰り返し、1986年6月には強盗事件でとうとう懲役2年の実刑判決を受けるまで落ちぶれてしまう。出所後は宮崎を離れ、それ以降実家に帰ることはなかった。1989年4月には広島市内のお自宅に身を寄せ、タクシー会社に運転手として就職。少しは反省したのか、日高は一からやり直す覚悟で仕事に臨み、真面目に働いていた。しかし、タクシーに乗ってくる大企業のエリートたちを見ていると、隠していたはずのコンプレックスが嫌でも刺激され、どんどん自暴自棄になっていった。そして給料の大半を酒と女性に浪費し、サラ金にまで手を出し、多額の借金を抱えてしまう。そんな日高でも29歳の時に叔父の紹介で一つ年上の女性と結婚。借金はすでに500万円ほどになっていたが、家を買う時に住宅ローンを400万円上乗せして組み、妻の貯金100万円と足して合計500万円を作ることで借金を完済することができた。長女も誕生し、家を持ったことで日高は男としての自信を取り戻し始めたが、長女誕生から2日後に妻が精神疾患を発症して入院してしまう。これがきっかけで再び生活が荒れてしまい、せっかく返済した借金は再び瞬く間に膨らんでいった。再度多額の借金を抱え、毎月15万円を返済する日々。すべて自業自得なのにもかかわらず、俺がこんなに不幸なのは周囲のせいだと本気で思っていた。そんなある日、公園に立っていた宮地理恵さん16歳に声をかけた。宮地さんは当時流行っていた援助交際、現在でいうパパ活をしており、相手を探していたのである。日高は宮地さんと2万円で手を打ち、ホテルに入っていった。宮地さんはパパ活をしている理由を、行方不明の父親の借金返済のため大阪から広島まで働きに来た、あと10万円返せば完済できる、給
今日は最後の返済日なので10万円を持って呉駅に行くと涙ながらに話した。それを聞いた日高は同情し、自分のタクシーで呉駅まで送ってあげた。呉市に向かう途中で日高の心に悪魔がささやいてしまう。今この女は返済用の10万円と自分が渡した2万円合わせて12万円持っている。12万円を今月の借金返済に充てれば相当楽になるぞ。しかも宮地さんは大阪から来ていたため広島には知人がいない。自分とは接点がないため命を奪っても疑われないのではと考えた。そして人気のない道路に車を止め、隙をついて宮地さんの首を絞め命を奪ったのである。とうとう最悪の犯罪に手を染めてしまった日高。宮地さんは林道沿いの水路に投げ捨てられた。後日発見され、事件となったが目撃者もおらず捜査は難航した。いつまでたっても自分に疑いの目すらない状況に、自分と接点のないパパ活女子なら犯行がバレないかもと考えるようになっていた。味を占めた日高は同じ公園で髪待ちしていた古月理恵さんに声をかけた。宮地さんを同じようにホテルで過ごした後、タクシーで送ってあげる途中に首を絞め遺体を遺棄。行為の代償のお金と元々持っていた分のお金もゲットした。最初はお金目的で始めた犯罪だったが、息の根を止めても何も疑われないことで人の命を奪うことそのものに快感を覚えるようになっていった。もう止まれない日高は再度快感を味わうため、藤山真理子さんというパパ活女子をまたも同じ手口で手にかける。それでも何もない。宮地さん以降は事件の発覚すらしていない。完全に自信をつけた日高は今度はロマンス陽子さんという女性をターゲットにし、同様の手口で命とお金を奪った。しかし4回目で手口が雑になったのか、犯行後5時間で遺体を発見され、警察は捜査を開始。宮地さんの時と違い、ロマンス陽子さんの事件は目撃者もおり、警察は日高が犯人であると断定、逮捕を試みた。日高も捜査が間近に迫ったことを察知し、出身地である九州方面への逃亡を開始。日高はその後帰宅せず、勤務先のタクシー会社にも連絡を入れなくなり、逃亡の翌日にはタクシー会社から解雇された。警察も日高が宮崎出身であり九州を逃亡先に選ぶ可能性は高いと踏んでいたため、交通検問を張っていた。巫女とその網にかかり、日高は逮捕された。そして日高はロマンス陽子さんを手にかけたことを自白。警察に他に隠していることはないかと聞かれた日高は、もう警察は全部わかっているんだなと勘違いし、他の3人の命を奪ったことも全て自供した。しかしこれは日高の完全な勘違いで、特に最初の被害者である宮地さんは日高との接点が全くなく、ほぼほぼ迷宮入りしていた。日高の勘違い自供で事件が解決してしまったのである。裁判にて日高は警察の捜査能力にも限界があり、自分は絶対に逮捕されない役運の強い特別な人間だと思い込むようになったと犯行時の心理を説明。犯行までの経緯について検察側主張においては、妻の病気、借金によるストレスなどが動機とされているが、そうではなく自分が前向きな人間ではなかったからだ。1995年10月に妻が入院し、その後も病気がちだったために、自分は酒に溺れサラ金に手を出した。その結果積み重なった借金がさらにストレスの源となり、さらに酒浸りになる悪循環に陥ったと話した。最後に被害者遺族は、一刻も早く死刑になることを望んでいると思うが、自分も当然だと思う。潔く裁判を受け刑に服することが唯一の償いだと思うとも供述。当然のように死刑判決が下り、控訴もしなかったため刑が確定。
それから6年後の2006年12月25日、収監先の広島拘置所で死刑囚日高の死刑が執行された。享年44歳。日高は取り調べ中も、どうせ俺なんかと投げやりな態度だったという。全ての始まりは大学受験失敗からだったかもしれない。高校3年時、日高は担任の教師から筑波大学への推薦入学を勧められ、筑波大学なら教師はもちろん研究者として大学に残れるかもと夢は広がっていった。しかし結果は不合格。その後、絶対確実と踏んでいた福岡教育大学も失敗し、結局私立の福岡大学法学部へ進んだ。日高は国立大学至上主義で、私立大学を思いっきりバカにしていた。優等生だった日高は私立大学出身の教師をおもむろにバカにしていたが、まさか自分がそうなるとは予期していなかったのだろう。福岡大学ではたとえ教師になっても尊敬されない、そう思った時から日高は自堕落になっていった。日高のように人を見下して生きてきて、いざ自分が落ちぶれると周囲のせいにする男は、特にツイッターやヤフコメに多く見られる気がする。ネットで得た知識を我が物のように振りかざし、他人に偉そうにする割に自分は何も成し得ていない人間がよくいる。横柄にしていると、いつか日高のようになってしまうかもしれない。謙虚さを忘れないように生きていきたいものである。